神風正一、1921年10月19日から1990年5月15日は、香川県大川郡三本松町出身で、二所の関部屋所属の元大相撲力士。元相撲解説者。最高位は、東関分け。身長179センチメートル、体重98キログラム。特異種は、左四つ、上手のげ、外掛け。 小学校時代は、朝日新聞社の健康有料児に選ばれたという、経歴を持ち、運動神経抜群にして、頭を明晰、噂を聞きつけた横綱、玉二式の熱心な勧誘によれて1937年5月場所に初土俵を踏む、復従と同期だった。入門にあたって、玉二式には、勉強がしたければ大学だって行かせてやるとも言われて、いたが、その、 玉西紀の死後さすがに、大学は諦めた。1937年、旧制東京市立上野中学校を卒業。1939年には稽古中に、右足の外科と内くるぶしを同時に折るという重傷を負い、主治医から切断必死と診断されるほどだったが、奇跡の回復、負傷前に9 3ラムあった体重が、退院時には6 0ラムまで落ちたが、 遅れを取り戻さんと猛稽古をしたのが高奏し、回復後は高成績が続いて、順調に出世し、1942年1月場所、20歳で、新入幕。同時に入幕した、輝きのぼる、若瀬川と共に、若手として期待され、突っ張りを交えた殺草とした取り口で、関脇まで昇進した。顔のあった横綱はすべて破っているが、1950年、 一月場所、前頭二枚目でに横綱、一大関を倒して9勝6敗の成績を上げながら、翌場所前頭筆頭に止められた、不公平さに失望し、番付面の不満を理由に、翌場所突如引退、年寄り、片尾波を襲名したが間もなく廃業した。その後大相撲中継が開始した1953年、五月場所から1987年、 5月場所まで NHK の相撲解説者として、玉の海梅吉と共に活躍し、なかなかの美声と歯切れの良い語り口で解説し、独特の語り口で人気を博した。指摘した、先方通りの結果となることも多く、上風さんのおっしゃった通りとアナウンスされることもしばしばあるほど、力士の動きをわかりやすく話し、相撲人気の一翼を担った。雑誌、相撲でも、 神風正一の得意技問答という現役力士と技術論を交わす対談を長く掲載していた。文芸評論家小林秀夫は神風解説のファンで神風の解説こそ本当の解説だ、表も裏も知り尽くしてうんぬんと絶賛していたという。なお、神風の仕込めへの由来は朝日新聞社が所有した長距離飛行機の名前から取ったものである。 そのため戦争中に、神風特別攻撃隊が生まれると軍部から、不敬であると、避難されて、謹慎処分を受けたが、双葉山の取りなしによって、直後の1945年6月場所には間に合った。それに配慮して、その6月場所と、翌、11月場所に限って二所の関兵やゆかりの宮山太郎のしこ名を名乗った。 解説引退後の1987年には日本相撲協会の協力を得て大相撲の著書を出している。1990年5月15日、肺炎のため死去。68歳没。現役時代の神風。ありがとうございます。